はい、ちょっと今回駿河屋さんの方で高額カードと広告スリープを貸してもらうと思うんですけども、これを店長に見せて店長が値段順に並べれるのかを今回検証していきたいと思います。一応ね、値段安い順から並べてます。4800円から6900、9800、13800、16000、20000、25000、4000という感じで値段順に並んでるけど、これをほぼほぼ正確に店長が並べれるのか、サイトとかを見ずにすぐ渡してこれの値段をすぐ言い当てれるのか、何個くらい知ってるのかこのカード。でもこれカードショップやってたら大体知っててもおかしくないやつですよね。そうですね、他にはマニアックなものもあるんですけれども、はい、カードに関しては結構有名だとは思うので。雪うさぎの英語版は、そうですね、こちらは雪うさぎ自体はシークレットレアだとか結構有名だとは思うんですけれども、はい、アルティメットレアが割と最近出た海外でしか出ないパックで、その雪うさぎのアルティメットレアというのがこちらしか存在しないということで、結構今高いお値段がついてますね、はいはい、絶対知っとかないとダメですよね、これは。そしてこのリザードンに関しては、こちらがですね、はい、一番最初に出た初版版のリザードンですね。俺でもこれ高いの知っとるもんって。これは有名ですね。でこちらは初版というのももちろんですけれども、ちょっとエラーでポケモンの種類とか見ていただいてよろしいですか。怪力ポケモンになってるんですよ。ちょっとしたエラーカードみたいな感じで、さらに価格がついてるから、ちょっとこのような価格になっております。なるほど。これ一番最後のやつがこれは、こちらがですね、最新のバトルスピリッツの目玉カードでございます。バトスピでこの値段って予測できんやな。放送ないですね。ブースターパックから出るパックの中でも本当に異端みたいな感じで、しかもこれってマスターレアですからね。レア的には多分マスターレアって結構低いですよ。基本的にはご存知かとは思うんですけれども、はい、X レア、ダブル X レアが基本トップレアなんですけれども、こちらに関しては最近バトルスピッツは M レアとかでもパラレルレアが存在しまして、それで今回の目玉のこのアレックス、こちらのもともとマスターレアの段階でも結構お値段がするんですけれども、パラレルになると単純にゼロが1個増えるっていう怪物カードになりました。そういった理由で結構高値がついてる。これはでも分からんと思うよ、多分。スリーブに関してもこれめちゃくちゃ安そうやもん、俺からしたら。パッと見。これ。パッと見分からないですよ、ね。だってやっぱり。この男の人が乗ったやつで高いのあんまないやん。ないな。俺のイメージ言ったら。いや、これは多分店長分からんと思うな。すごいな。あったらほんますごいな。いや、もうプロやな。プロや。ほんまにプロ。個人的にはこちらですね、やっぱり。こちらと正確に当てられたらすごいと思います。当時お持ちになった時僕も分からなかったので。これですか。はい、こちらですね。香辛料。はい。他はまあ全体的には大体の人は知ってるぐらいの。まあ、なあなあといったところはあります。遊戯王に関してはとにかく、とにかくやっぱり。スリーブに関しては結構難しいかとは思います。難易度高め、高めですね、本当に。特にこれってことですね。特に個人的にはこちらが一番、こんなにするのかと思われる可能性が高いかと思います。俺多分高い低いは店長言い合ってると思うけど、それ値段までは俺ほぼほぼ外れると思うよ。俺分からん。調べられてますか。うん、調べるのなしやから、もうパソコン使うのなしで今の知識量でいけるかどうかっていうやつだから。ちょっとじゃあ値段ね、これ皆さん覚えててくださいね。こんな感じです。じゃあちょっとこれ購入させてもらいます。はい、ありがとうございます。はい、どうもしょりです。今回ですけども、駿河屋から店長への挑戦状ということで、駿河屋さん僕行ってきたんですよ、店長挑戦状。はい、まあ挑戦状は駿河屋からじゃないんですけど、一応駿河屋から購入したもので挑戦しぶつけるという。はい、駿河屋の部長にフレーム入れた。買ってきてしまってるんで、物を買ってきた。はい、僕がこれ考えたんですけど、店長の目利き力をちょっと測ろうじゃないかということで、駿河屋に売ってた高額なものスリーブカードを7点購入してきました。で、店長にはこれを値段順に並べてもらいます。ハイアンドローや聞いたことあるけれども、はい、7つあったらハイアンドローしにくいんやけれど。いや、だからその、まあ、値段も大体これぐらいじゃないかってことを言いながら、一応最後やってもらって答え合わせ。これどっかにカンペないんか。店長もこれパソコンは閉じてもらいます。すいません、向こうのバッター楽しみのアダルトサイトが閉じないといけないの。一日の心のアダルトサイト閉じないといけないんです。ダメです。あ、そう。じゃあちょっとバトルフィールド映りますね。あ、ちらっと見えたのがすっげえ高いの。おんぞ。では店長、じゃあこの今回使うカードとスリーブ見てもらいます。はい、まず1点目これバトスピアね。そしてこれ、そしてこれ、そしてこれと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 なっております。これ分からんな。まず感覚的に言わせてもらったら、これは高いと。なぜ？デジモンで、これグレイモンやろ。ウォーグレイモン。ウォーグレイモンやろ、はい、ウォーグレイモンってすごい人気あるんです。だからこれは高いと思うんです。ただ初めて見るから具体的な金額はちょっと言いにくい。で、次に高くないと思うんやけどな。あ、なんでか言ったら狼と香辛料って結構タイトルとしては古いんです。だからそこまでめちゃめちゃスリーブとしての需要が今も高いかって言われたら若干疑問は。じゃあ一応こっち側置いてみますね、うんうん、高いと安いで、この状態のやつね、これ買い取らないんだよな。まあ一応見たいんだよな。正直これ分からへん。これ、ね、これ遊戯王ですけどね、原価は安いのは知ってる、ね、これはそれなりに高いと思うんやけれども、はい、カードがついてるタイプではないのかな。で、遊戯王ってモンスターはすごい値段がつくね。ドラゴン系のモンスター、トラマジとか、はい、ああいうのは別格として値段つくんやけれども、キャラクターはあんまり強くない。
スリーグになったと。つまりそこまで高くはない、ただややこっちよりやとは思う。なるほど、じゃあ中央ラインここだとしたら交互の最後。そうで次これは高い、これ最新弾のバトスキのシークレット、これは高い、これは知ってるんですよね。今若者たちがバトスキの最新弾を回してる理由はこれやから。こんな高いってこと？高いのは高いけれども、まずごめん最初に言うとくわ、スリーブって調べてみるとほんま値段分かれへん。今俺が言うてるのは多分そんなもんじゃねっていう予測で言うてるから、はい、具体的になんぼするかって言ったらまた別の話になってる。そう考えたらこいつが高いのは知ってた、多分これ満タインやったと思うんだけれども、ほう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 、これがね化ける可能性があるよなこの辺が、はい、いやそこはもう目利き力なんで昔の気持ち戻って昔もそこなんなかった状態で目利きしてる人見るわけですよ。俺そこまで昔の人ちゃうぞですから、どういう時代やったらつけるんですかってことです。その辺にはって結構適当やねみんな。いやでも適当にはつけてください、適当にも価値があるんですから。ほっといいやと思ってつけてもらうしかないですよ。店長の目利きとしてのセンスです。ほんまに頑張っていてくれるこのリザード結構古いやつですね。これねちょっと普通のリザードじゃないんですよ。これよく見てもらったら分かると思うんですけど、うん、このリザードちょっとおかしなところなんですよ。ここだけリザード名前かな、はい、タイプ見てもらっていいですか。怪力、怪力ポケモンってないでしょこいつ。エラーカードなんです。そう見たことがないからでもリザードはでも怪力タイプじゃないじゃないですか。こいつ怪力タイプって上腕二頭筋めっちゃ細いしな、爪楊枝みたいな感じこのリザードが高いのか安いのかどれぐらいなのかってことですね。これは有名ですよね。有給詐欺、有給詐欺は有名なのは知ってるけれども、海外版なんていうのかな、海外版が別に使ってもいいよっていう風になってた 4,5 年前やったらば、はい、迷いなくここら辺に置いとったわ、はい、ただ今やねんな。一応ね、最初から最後まで並べてもらって当たってるかどうかなんで、それで最後値段も言ってもらうんでこれぐらいってちょっと待てよ、まあ、俺が幸せになれない企画やめてくれへんかいやでもまあそれが当たってたら結構すげえなっていう。駿河の店員さん曰くスリーブは難しい、これは分かってすごいって言ってました。高額カード自分が持ってってもらった時に、はい、これ見たことないっていう風に言うてるよね、はい、情報集まんねえんだけどでもこれは有名って言ってました。正直言うとこれはだいたい1万円から1万5千円ぐらいやと。値段言いましょうか、一番上と一番下の、うん、そしたら分かりやすいですね、うん、一番上の値段がね2万4千円です。販売価格一番下が4800円です。お前それか結構分かれへん正直言うとスリーブの中に一つすっげえ安いのが混じってるんかなって思う。具体的に言うとスリーブで安い可能性があるのがこの2つかなって思いながら見てる。なるほど。なんでかって言うたら、はい、シュタインズゲート自体は結構今いっぱいあるねスリーブがね、割とどれもこけてる、はい、一番人気があるキャラクターのスリーブやねんけど、はい、これ自体は本当見たことがない。多分俺がスリーブとか本格的に扱い始める前ぐらいに出たやつやから、はい、俺にとっては情報がなさすぎるんだよ。あとこれもそうや、正直初見です。狼と香辛料自体はアニメをやっとったのは知ってるんやけれども、かなり古いアニメ、はい、それやからおそらく値段的にはちょっと落ちてるんちゃうかな。なるほど。この説は割と下の方。ちなみにこれプラス情報ですけども、うん、1万円超えてるやつがこの中に4つあります。これは確定や。5つ目は9800円です。ほとんどが1万超えです。はい、そんなことですね。もうじゃあびっくりした情報やわ何が知りたいって。出どころ知りたいっつうのがある。出どころ、キャンペーンとかそういうもんで出たやつとか、普通のパックから出るやつなんかとかさ、それは出てる自分が人から出るやつとか教えれないんですよ海外版は扱ってないんですわうちの店多分ちゃうかなって思うよな、満タイで入るって言ったら。おそらく。そしてじゃあ店長続きは一番高いやつってことよな。いやもう順番に並べてほしいです。最新版の値段ちゃんと調べてもらってるんで、うん、値段が落ちてるやつとかないです。駿河屋の対応もしてますスリーブの価値こそふわふわなもんがいいからなお前これ意外とねそこまで高くないよ。ちなみに店長これ当たったカードは寄付になりますんで、当たらなかったら駿河屋の方に僕は返してきます一応プレゼントになりますが俺にとっては何の得もないよなので当たるしかない。全部当てたら全部もらえるってことね。みんな分かるわけないよ1個1個の商品の値段全部入っとるわけないやろお前じゃあもう一つヒントあげましょうか。ラストヒントで下3つスリーブです。これ大きなヒントです。もうこれはこの最大のヒントなんです。これが多分一番高いヒント。じゃあこれがまあこれと思うかな。で次が多分これがベース1万付近やったらばおそらくこの辺に来るんちゃうかなって思う。この辺かこの辺。そして以上。じゃあ店長3回まで僕が間違ってたら間違ってるって言います。トップはスリーブとは限らへんもんな。まあそうですね、うん、じゃあ合ってるとこはここが合ってるって言いましょうか。そしたら残り合ってないとこが入れ替えられる、勝率上がりますよ。大サービスよ。まあ7個しかないと3回も間違えれる。なんで5個にせえへんいやいやいや予算があったの。そろそろやってもらっていいですか。もう時間もないですけど、やりましょう。悩んで1種類せんじゃん。2万って言うかな。トップトップ2万4000円です。うん、骨がもう2万4000円から3個では残り2つ。これでいきますか。じゃあ金丸さん、うん、
つ正解があります。その2つ正解を言いましょうか。まずここが正解です。これ正解、うん、そしてこれも正解です。おそうなん、はい、へ残りは間違ってます。あと2回僕言いますから店長、だからこれ入れ替えてもらっていいですか。間違ってる。下3つがスリブ言うと下3つはスリブです、うん、これはもう確実です。これが違うっていうのは俺以外やと違います。あそうなの、はい、違います。これは多分入れ替わりかな。だって1個違ってはもうそれは罰になるんで、どれぐらい差があるかっては言わないです。でもこれも1位じゃないってことだもんな。1位ではないです。え、あでも4つスリーブの可能性もある。それは違うもん。そこまで意地悪な感じで言わないですけど、それは分かんないですよね。でも下3つがスリーブとは言いましたけど、下4つがスリーブは分かんない。それはそれ言ったらもう大丈夫。それは分かんないですけど、もしかしたらそうかもしれないですし、それはもう言わないです。じゃあこれでどう。正解がここが合ってます。はい、お、そして合ってます。合ってる。残りは間違ってます。え、ちょっと待って、これお前何ボタンするからさ。いや間違ってますよ。ほんまに？はい。ここでもなく、ここでもなくや、ここでもなくやったらこれこうやん。ちょっとそれは駿河屋さん、俺は物申したいんやけど。いや間違ってますよ、本当に間違ってる。ほんまかお前、駿河屋さん大丈夫か。マジで。じゃあもうこれこうしかないんやけれども。まあそれでやってもらって分かることなんで、うん、じゃあこうか。こうだな、これで。これでラストチャンス。うん、ラストチャンスでいいです。合ってます、全部。これしかないよ。さっきの話で。合ってます。ほんまにこれそんな高かったか。これ2万円。これは確か普通のやつが2000円ぐらいらしいです。C グループの瞬間値段が跳ね上がるらしい。あ、跳ね上がるの知ってる。でも俺が前見た時やったらば、はい、1万中盤いかないかくらいやったんや。でも駿河さん2万4000円。2万4000円だ。そこまで調べて2万4000円。ただ俺が見たのが出てから割と回らない時までしか見てなかった、はい、すげえな、そんな上がってんねや。まあ1回で調べてもらったんですけどね。これはちょっと見てみたいで、こうなん、はい、いや、まあ、これに関しては値段はないけど分かんないらしい。これはもう日本でも多分ワンチャン1枚しかないんで、エラーが下手したらこっちに来るかな。あそうです。これはまあ若干いいねみたいなとこなんです、うん、いやこの中で意外やったんが、俺これもっと上におると思っとった。あこれはでも低かったですね。これがでも高いですね、うん、これはね途中でポロッと言うとったと思うんやけど、これ、はい、いやでもこれにそんな高値つけたくないなっていうのがあったんだけれども、はいはい、それは遊戯をやってるユーザーからしたらすごい思い入れのあるスリーブなんかもしれへんねんけれども、売れるかどうかって言われたら自信がない。まあ僕はパッと見からめっちゃ安そうに見えましたし、例えば値段がついてるものやけれども、はい、売れるとは限らないものって結構あるんですよ、こういう業界って。え、ここがじゃあ4800円で、うん、値段的に言うと、うん、4800、6900、9800、そんな高い。13800、16000で19800、24000っていう感じです。まあ確かにこれに関しては本当に生まれる、はい、意外やったんがこれはもうちょっと伸びると思って、これが下手しい一番下やなって思った。あ、はいはい、うん、これかこれが一番下やと思った。あ、はいはい、うん、曲がってましたね、うん、結構で、これに関してはここら辺よりも上やと思った。俺やったらばこれとこれどっち高値つけますかって言ったら、はい、まあでも正直好みの問題あると思うんやけど、はいはいはい、確実にこっちの方を高値つけると思う、こっちの方が絶対売れると思う、はい、あ、うん、でこれそんな高いんやな、すごいな。米版のレリって言うたら、はい、昔からワンチャンあるカードやったり、人気のカテゴリーのやつ、例えば前世紀の頃はまだマドルチェのデッキが米版のやつでレリーフとかであった時すっごい高かったり、でもその後からコナミさんが日本国内では日版でやってくださいねっていう風な感じで言うたから一気に値段がドンと落ちたんですよ。だからこれは出店何かを一番教えてほしかった。これなんか言ってた気がしますけど忘れましたね。欲しいわ。これだけじゃ飾ってもらってた店長、これだけ展示でこれで売るのもったいないでしょ。これはねなんか二足三文で売れてしまいそうな気もしてるし、それはなんかものすごく悪いと思うが、はい、これは、まあ、ここら辺は手に入るもんなんで、あこれはなんだかんだ言ってみんな今必死に向いてるから、はい、そうか分からんでもない。これ今もうブースターパック、はいはい、メーカー完売やん、ね、だから手に入んないと。うちは大量に仕入れとったからまだあるけれども、はい、もう結構切らしちゃってるお店は多いみたい、はい、じゃあちょっと調べさせてもらいます ね、 そうですね。おすげえなお前そんな、この中でアレックスが一番高いって言ったらちょっと罪悪感覚えるよな。僕はアレックスの店長してたんでこれすぐ行かれるかなと思ったんですけど、店長の中でアレックスの評価が思ったより低かった。確かにアレックスは俺の中では高いのは高いけれども、はい、今そこまで高いのっていう風な感じにある。2万円もせんよっぽど高いですよね、うん、だからこれがある意味中間の境目におるやろなって思った。あーそんな高いんか。いやちょっと勉強になりました、ありがとうね駿河屋さん。アレックスさん値段を調べてもらって、はい、ドットンクが多いな。割り箸の関西だし醤油、これめちゃくちゃ美味しいですよ。久しぶりやわこれ食べる。牛丼さん、今から関西だし醤油食べるの飲もう。で、自分のチップスの評論家みたいになってる。いや、これ異常外ですよ、これぶっちゃけ。うまいっすよね、これ。はい、それは匂い、嗅いでほら、ちょっとこれ。めちゃくちゃ匂いこれ。うわ、確かにめっちゃいいな。前なりよる、こいつ。
高いですよ。高値になりよる。へえ。最初の頃は、これが見た時は、サプリの時っていうのもあったから、こんなに早く価格が切れるとは誰も思ってなかったかもしれない。バトスピって安いイメージしかないのに、マスターアリアじゃないですか。マスターアリアのパネルがすごいですね。最近のバトスピ結構頑張ってる。割と安定してる。ただ、ここまで行ったのは初めて。デザインとか能力とか全部相まったんでしょうね。どれがしてました？2万中盤ぐらい。おー、高いですね。すごいですね。そんな高いにはないな。はい、こっちの方がなんか高いやつのような気もするんやけれども、まあ店長でそこうまいこと販売してもらったら全部あったんで、全部寄付。あーごめんね、なんかお見苦しい姿。あーそうですね、嬉しかったですね。いやー自分がそんなに買ってきたのが黒ひげ危機一発やったらもう脇あいあいと紹介してできとったんやけどな。いやこれ店長で考えたらアドバンテージすごいじゃないですか。これうん、すごいな。こんな看板がない店に看板商品が一気にやってきましたよ。1日1ディスりはやらない。いや1日1ディスりとかで自分勤勉やってんな意外と。50ディスりぐらい出会うたびに。あ、そうな、はい、なんなんうちの近所にある顔合わせたら巨人が勝った阪神が勝ったってまた押し合いよ、おっさん同士。店長ディスることで僕も気ながらやる気がするんで。近所のあだ名が巨人と阪神のおっさんやから。それでそれはもう販売してもらったら、リザードだけちょっと飾らせていただき、飾ちょっともしかしたらワンチャン跳ねる気がするんで、いつか。でもこれも知ってる人じゃない、見つけられへんやろ。まあ分かんないですね。だってここやで。そうですね、気づかへんぞ。すごいでもエラー感ですねこれ。ちょっとゲーム物みたいな、そのエラーじゃない。エラーってのほうも確かに高いよね、リザード自体が。初期が人気あるからな。でも他にね、スルガーじゃないですけど、スパイラルって店に怪物系のカードがある。これ怪物どころじゃないです、ほんまにもう超怪物っていう。それは値段的な、はい、その表現ですら足りないぐらいの怪物って。店長何本ぐらいの、僕が怪物っていうぐらいですから。お前さんが怪物っていうことは、はい、10万単位じゃないそんなに。店長それはもう低すぎます。低すぎます。紙1枚ですよね。販売額1枚で遊戯王カードです。250ぐらい。4500万。これマジです。お前絶対それは持っとるやろ。いやほんまです、ほんまに置いてるんです。ほんまです。でこれ聞いた話で言うと、店員さんに世界で1枚まず取れる。でカード名が納得すると思います。ブルーアイズのあれでみたいな、はい、のなんか絵柄が違うって見たことあります、ね、存在は聞いたこと。いつのやつ、そういうところまで聞いてないですけど、一応でもです、話聞いたところではほんまかどうかわかんないですけど、まあ、多分ほんまっす。3000万で買おうとした人がいるらしいです。でも売らなかったらしいです。で今悩んでるって言ってました。3000万で売ってくれっていう、はい、にお店側がちょっと悩んでたの。けどでも売ってない。お前競馬で負けた。競馬で負けさえなければ、競馬でぴったし負けた気がないです。僕4500万で。そんなカードあるんやない。4500万ポンと払ったらその店来年の税金めっちゃ取られるんですよ。2000万以上持ってかれるぞ。普通にお店のレジのカードケースに入ってるんですよ。証明書みたいなのがあるんですけど、まあ店長でこんなにあるんですよ。ビビりましたかね。他にもなんかデスボルストガルフ、あーありましたね、のめちゃくちゃ高いとかありました。あれそんな高いやつ、30万超えてましたよ、ね、あれ昔ゲームボーイかなんか付録であったカードとか、ね、はい、英語版からそいつの20万超えてるやつとか、見たことないようなカードで100万超えてる遊戯カード結構いっぱいありましたね。何その店、なんなアメリカのマフィアだからでも中国とかから買ってきたりとかそういうするらしい。じゃあ、はい、すごかったですマジで、うん、その一番上が4500万だ。ちょっと思ってください。でくんないよ。店長これ買い取ってください。で仮に店長持ってきて僕がそれ寄付します。どうするんですか、置くんですかそこに。飾りたい気はすごいするんやけれども、はい、店内でファイトクラブが始まるからちょっとやめた。どっか買って仮に売ったとしても足つきますよね。それ一番しかないんで。いや売るとは限らへんやん。それが持っとく、そんな4500万のカード。いや欲しいから売るんやろ。基本的には4500万の欲しいダメでしょ。まあコレクター違うかやっぱり。でもいやだって出どころがわからんっていう風になったらば、はい、コレクション性としてはちょっと格が落ちるやんか、はい、だから高すぎるものって意外と盗んだ後の足がつきやすいっていうのはある。特に世界に1万しかないとか。そんなヤバいっすよね世界に、うん、もういいねでしょ。3000万出そうとした人がいるっていうのが恐ろしいっすね。すげえな、誰なんやろな。確かにポンと出されへんぞ。本当に大丈夫なんですかね。本物の買い忘れとかいるんでしょ多分世の中に。お前が当てることのなかった宝くじがあった人ちゃうか。ほんまにリアル版買い忘れとか買いに来たんでしょ多分マジで、うん、このカードと全て交換してくれ。嫌じゃん嫌じゃんって言われてるわけ。ちぃ俺でもこんなクズカードとは交換してねえよ。こいつサバトレする気だ。初期の買い場するのかなりクズやからな。アタッチケースに3000万入れてこないとビビりましたね。この現金でってやるから。カードでだって3000万払わないですもんね。だって実際クレジットカードで3000万払ったら、
15% 持ってかれるっていう風になったら、まあ、もうちょっと店が泣いてしまうと思う。でも一応税込みでした、4500万。消費税そっから取れて 8% 取られてどんだけだ。そうだから320万取られますね。 8% 取られるだけで軽自動車買えるやないか。はい、そんな感じで、ね、今回は店長の目利き力検査しましたけども、これ定期的に行っていこうかと思います。今の時期にやったところ、はい、これ3学期の中間テストみたいなところ、はい、店長、この企画は店長もいいカード手に入りますし、知識も手に入るし、いいじゃないですか。正直ね、これ自身はすごい勉強になった、はい、あとスリーブもへーってちょっと思わせていただきましたね、はい、もう俺が見たことないスリーブばっかりやもん。正直言うと、はい、これは目にする機会はあるかもしれへんけれども、はい、後のやつは多分目にする機会も絶対なかったと思うから、まあ、それにこの動画のコメント欄で知識も多分いろいろ飛び交うと思うんで、めっちゃ俺のあそこの動画が上がった瞬間なんか変なテーマ来ると思う。間違ってないですよね。ベーとか絶対出ます。今回の動画面白いと思ったら、チャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、 Twitter、Instagram、ファンクラブやってますので、よかったらお願いします。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。じゃあ感謝出してもらってみます。個人的にこれに1万出すよりはウォーグレーモンで1万出したいけどな。あかん。鶴ヶ谷さん、そこちょっとやり直し聞かへんか。